割とまだ山がある。うん、割と真ん中あるからね、大丈夫。鉄筋を卒業したぞ。量産型ザクじゃなくてザック。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。 See you。おはようございます。おはようございます。今から雪中キャンプに行きましょう。荷物を乗せてください。はい、こんな感じで詰め込んでみました。これは今お借りしているめちゃくちゃでかいポータブルバッテリー。でかいよ ね、上のやつに比べると厚みもあるからね、5、6倍ありそうです。100% までね、充電してきたから、基本的にこっちで使って、まあ、どのぐらい消費していくのかっていうのをやっていきたいと思います。はい、雪中キャンプに行くのはいいんですけど、はい、場所をどこにするかどこにしますか。まだ決めてないっていう。長野か飛騨。飛騨の場合はちょっとピンポイントだけど。そうだね。キャンプ場が決定しましたね、山田さん。はい、どこですか。長野で宮下ヒルズオートキャンプ場っていうところが今日からでも2泊させてもらえるみたいなんで、はい、行ってみましょうか。急にここに来て、うん、雪が見えてきたなと思ったら雨が雪に変わってきたね。いや、これは雪中キャンプ期待できます ね。今電話したらしんしんと雪が降ってるそうなんで、うん、楽しみですね。楽しみですね。まあ、スタッドレスとね、チェーンを持ってきたから無理せずに、そうですね、ゆっくり行きたいと思います。安全第一で。働く車、かっこいいね。すげえすげえ、すごい。ちょっと大丈夫ビビってるビビってる、怖いですすげえ。ちょっとゆっくり行きましょう。はい、スタッドレスだからといってね、過信するとそうですね、雪国に住んでないからね、塩梅が分かんない。ただいま長野県諏訪湖サービスエリア。ねえ、普段じゃありえない景色。ねえ、静岡雪降んないからね。わ、すごい。スノーブーツの安心感がすごいね。あれが湖ってことだよね。中行きますか。山賊ジビエラーメン、ジビカララーメン。とんかつみたいなの入ってるね。シビカラって何なんだろう。しびれる辛さってこと。あれじゃない、麻婆じゃない、山椒が入ってる。ここにすっか。お疲れ様でーす。岡谷インターでおります。おい、ちょっとスコップがないから雪かき用のスコップを、うん、ホームセンターで買っていきますかね。プラスワン、あった。どれがいいんだろう。
俺が押すやつで、うん、左が書くやつか。そうね。いいでしょ。こっちのスーパーみたいな。ビック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 ワン。今日お肉をいっぱい買ったんですけど、お肉と合わせるんだったら黒沢かな。黒沢、はい、味わいがしっかりしてる、食中臭がない、うんうん、はい、このリンゴマークがあるってことはリンゴっぽいフルーツな、あ、それとは特に関係ない関係ない了解しました。じゃあこれ買っていこうか、純米大吟醸でこの価格ですね。うーん、かなりコスパは高いです。うーん、じゃあおすすめのこれでいきましょうか。はい、松本の、はい、立派に手だな。お、はい、ここ？サットレスだけどいけんのかな？いけるでしょ。初めてだ。もちろんそう。やばい。これでもどこに排水口があるの？怖いね。宮下ヒルズ。まあすごい立派な看板だね。ね。1989だから俺らの生まれた年ねえ。おお、いいよいよ滑っておりますいつもより多く滑っております。これかな、はあ、すごい。あれか、フロアンじゃんねえ。俺の汚れた何ですか洗浄しないとよーし、チェックインしましょう。はい、通過していく感じだ。これが一番だ。
くぼエクストラコールドだやばいやばい、てか凍りそうだね、うん、うわ天然の冷蔵庫最高やねえ。凍る寸前だね。うまい。うん。味しかない。スーパーで買えるのすげえな。ね。うまい。野沢菜もうまい。日本酒ですか。おやおや。これうまいね。うまっ。アキラすごいね。アキラ帰り買ってこうね。冷やおろしだ。うん、ただいまの時刻は8時マイナス3度でございます。これね、端末限定
京林堂っていう薬局限定の端末のトリーソースっていうさ、あれ有名なソースメーカーなんだよね。あそこが出してる京林堂限定の柿の種なんだけど、うまいっしょ、うん、ね、からのアキラカチ、ちょっと保温に移して、大好きみたいに叫びたい。うまい。うま。クメ。クメ。すみません。うん、うまい？いただきます。
ダンプアップして、ダンプアップ。